You.
ありがとうございます、早速ね2曲続けてお送りしました。改めまして自己紹介したいと思います。岐阜県出身シンガーソングライター河合和馬と申します。よろしくお願いします。はい、ということで、花束そして明日、2曲お送りしたんですけれども、すごく明るい、2曲なんですけれども、結構伝えてるメッセージ性はね、すごく、思い入れの深い曲で、というのも今日、僕のね、年内のライブがこれで最後なんで、本当に今年1年たくさんね応援していただいて、歌ってくることができました。まずは皆さんにお礼言いたいと思います。ありがとうございます。ということで、この年内最後のステージは、僕のね歌っておきたい歌、年内に歌っておきたい歌を、よりすぐって持ってきました。やっぱり来年にね持っていく意味も込めて、忘れちゃいけない、ことたちをね、連れていきたいなと思って、この2曲まずこのステージ歌わせていただきました。では続いて、お送りしたいと思います。次の曲はね、あそこにもクリスマスツリーが、飾られてますけど、もうすぐクリスマスですね。クリスマスですね。ね、皆さん、クリスマスは何を、ね、どんな風に過ごされるんでしょうか。ね、何を食べるんでしょうか。ね、クリスマス、よく七面鳥とか言いますけどね。僕の家では、なんだろうな。子供の頃は、あれが出てましたね。あれなんていうか、あれ手羽先じゃなくってなんだっけクリスマスに手羽先、まあいいと思いますけど、なんだっけ、フライドチキンとね、なんか照り焼きみたいな、ローストチキン、じゃ、ローストしてないやつ何あれ、ターキーレッグかな、わかんないな、ごめんなさい フライドチキン、フライドもしてないんだよな、なんだ、なんかチキンをね、大丈夫、綺麗にヘッドスライディングしたけど大丈夫、あれなんていうんだろう、この取り留めもない MC をしてるせいで、なんかこれがね、症状に見えてきますけどね。お水です。先ほどいただいたお水です。おしゃれですよね。はい、そんなわけで。それでは、そんな、ね、クリスマスにちなんで、1曲お送りしたいと思います。僕のオリジナル曲、サンタクロースを聴いてください。
ということでですね、ということでですね、もうすぐクリスマス、そしてそれが終わるともう今年1年終わりですね。早いね、あっという間でしたね。今年1年皆さんどんな年でしたでしょうか。僕はそうね、今年1年本当このカルチャーセンターでもね、ギターとボーカルの講師をさせていただいてるんですけども、本当にこの音楽を仕事にして、駆け回った1年間だったなと思います。でやっとこう落ち着いてきてというか、引っ越しの仕事も、まあ、自分で言うのもあれですけど板についてきて、今までなかなかやれてなかった自分のソロの、活動も、来年はたっぷりしていこうかなと思っております、ありがとうございます。でね、そんな、ちょっと来年お披露目しようかなと思ってたんですけど、やっぱりもう、できた曲はもうなるべく早く届けたいなっていう思いがすごく強くて、昨日も名古屋の大須で僕ライブだったんですけれども、そこで初披露した新曲をね、ここでも弾き語りでお送りしたいなと思います。ベルーガというタイトルの曲なんですけれども、白イルカっていうね、別名がある、海の生き物の、タイトルをつけております。名古屋水族館にいるんでね、もしよかったら見に行ってみてください。とってもなんとね、北の方の海にいる生き物なんで、こう脂肪をすごい蓄えててね、ぽよんぽよんなんで、触るのはちょっとできないかもしれないですけどね、ぜひぜひ名古屋水族館にいるんで見に行ってみてください。そんな、シガイルのベルーガというタイトルをつけた、ベルーガというタイトルをつけたね、覚えてね、メルーがね、タイトルをつけた、ラブソングです。お送りしたいと思います。聞いてください。
でお送りしました。さあ残りあと2曲です ね、 今日はね、ちょっとお送りになります。今年最後ということでね、それじゃあ続いてはね、また明るい曲で、またここで皆さんに会いたいな、そんな思いを込めてこの曲をお送りしたいと思います。ポリムスクローバー、聴いてください。君だれだよ。